厳しい修行を終えた象次郎。まだまだ旅は続く。だいぶ歩いたな。大根を元に戻す方法を早く見つけないと。君も日輪刀を持たないか？そんなのがあるのか？オリジナル日輪刀を作ります？いつまでも鱗滝さんの刀じゃな。なんか格好悪いしな。よし、作ろう。すいません。はーい。はいはい。産屋敷売りくず、産屋敷売りゅうです。どうすればしてく？あそこの看板を見たんですけど、日輪刀を作れるって本当ですか？はい、作れますよ。作りますか？お願いします。はい、わかりました。では、こちらへどうぞ。ここで日輪刀をもらえるのかな。うわぁ、誰か助けてくれ。なんであいつがいるんだ。あ、目から違う。なんであいつがいるんだ。あ、なんでだ。そんなの聞いてない、聞いてないぞ。あ、そんなカバナー。なんだあれは。タシンなんだあれは。タシンタシン、逃げたか、あいつ。なんだあの化け物は。あれは鱗滝さんが言っていた異能の鬼か。お前、鱗滝の弟子か。待っていたぞ。お前の肉は食えるのが楽しみだったんだ。今は明治何年だ。今は令和2年だ。なんで。また年号が変わっているじゃねえか。うろこだきめ、お前の肉を食ってやる。しゃあ、危ない。かきーか、かたい。俺の首は硬いんだ。お前を食ってやるぜ。強い。どうすれば。常時の呼吸じゃ。呼吸を整えるんじゃ。呼吸は息を整えて。常時郎強くなる。鱗滝さん、象の呼吸一の方。まだ呼吸が浅い。象の呼吸、象の呼吸、象の呼吸。一の方、水鉄砲。なぜだ、こんな俺が死ぬわけないぞ。鱗滝め。どうも、おめでとうございます。見事合格です。合格？はい、あなたが日輪刀を持つためにふさわしいか試させてもらいました。これがあなたの日輪刀になります。審査だったのか。ありがとうございます。これからもこの日輪刀を使って鬼殺隊として鬼を倒すの頑張ってください。わかりました。ありがとうございます。これが俺の日輪刀か。大子、これからも兄ちゃん頑張るぜ。俺は死ぬんだ。もう生きたくないよ。俺はどっち死ぬんだ。もう行きたくない。
もう結婚できないんだ。